ボォルフガング・カスパー・プリンツは、ドイツの作曲家。進学を収め、各地でカントルを務めた。著作、ヒストリッシェ・ベシュライブン・デア・エドラン・ムジーク、ウント・クライン・カンスト、フォン・アン・ファン・デアベルト・ビス・アウフ・ウンズ・ラ・ツァイトは、ドイツで、初めての音楽史に関する書物であった。プリンツは、バルト・トゥルン・デ・オーバープ・ファルツの林務官の息子として、生まれた。1659年に、 ニュルンベルク近郊のアルトドルフで学籍登録を行うまではほとんど訓練を受けていなかった。音楽の才能には恵まれていたものと思われるが記録は残されていない。しかしながら理由はわからないもののアルトドルフでの勉学を切り上げたプリンツは教師として働き始め職を得たことによって自由な移動が難しくなった。1662年21歳のプリンツは ドレスデンへと赴き、そこで芸術に理解のあるシレジアの伯爵エルトマン一世の宮廷でカペルマイスターに就任した。伯爵と共にボヘミアやハンガリーの軍隊の野営地を訪問している。1664年の伯爵の死後、プリンツはジャリヌ教会でカントルに任用された。同地で家庭を築き、その後の52年間を作曲家並びに音楽学者として過ごす。 プリンツはヨハン・クーナウ同様音楽作品の他に著作物にも目立った作品を残している。エルトマン2世の下で再び宮廷楽団の学長職に就いたプリンツは1704年に若きケオルク・フィリップ・テレマンに譲るまでこの職に泊まった。プリンツの音楽作品の大半は失われてしまっているが彼が残した歴史書からは 当時の作曲家に関する有用な情報を得ることができる。ローレンツ・クリストフ・ミツラーは、ムジカリッシェ・ビブリオテックの中で、プリンツの大イグジル・シテーションズ、ムジカリッシェ・ホイッスン・シュ・チュー・シャフト・ウントカンス・チュ・バンガンを紹介している。注釈主典。ありがとうございます。